さてさ、ショコルでございます。トランキーロ、あっせんなよ。はい、すいません、絶賛僕のパソコンの HDD 内の動画素材を無駄にしないように模索している中でね、そろそろまあ新生活ですよね。で、新生活がある中でね、こうやっぱり僕の場合は今ちょっともうね、就寝しちゃってるというか、どこ行ったかわかんないんですけど、ね、犬がいますよね。やっぱりこう同居人と言いますか、まあ、そもそも人じゃないか、まあまあそんな話は置いときながら、やっぱり動物を飼うっていうことはものすごく大変なわけですよ。だけれどもやっぱりそこに付加価値をつけるとすれば、皆さんには1年に1回と言いますか、1年の間の3週間ぐらいかな、そいつに夢中になる。だけど僕は1年間を通してそいつに会うみたいな、やっぱりこういう付加価値が必要だということで、やっぱりね、僕が動物を飼うんだったらトナカイがいいなと。やっぱり今珍しいしね、やっぱあの角で、まあ、角に関してはちょっと危ないんで、まあ、ちょっと貯金って切ってヤスリとかをかけてあげれば、まあまあまあ、家でも安全に飼えるんじゃないかなと。やっぱり12月に入って12月3週目ぐらいまで、みんなトナカイとあの白ひげのおじさんに対しての、ね、熱中具合たるやすごいものがあるでしょ。だけれどもその12月の4週目になったら、もういきなりもう話題にすら上らない。でそれもちょっとかわいそうだなということで、僕が1年間を通して飼っていたらどうなるかなっていうのをちょっと考えてみましょうか。鹿だ。鹿でした。鹿最高。また明日。